今年4月、トヨタ自動車の本社敷地内の建物で行われた入社式。第一業務部オフィスサポートが勤務を命ずる。2008年にトヨタが障害のある人たちに就労機会を提供する目的で設立した特例子会社、トヨタループス。従業員545人のうち、知的、精神、身体などに障害のある人が8割を占めています。社長の有村修一さん。トヨタの国内営業と海外営業がミッドランドスクエアに移転した際にプロジェクトリーダーを務め、無駄を省いたトヨタ流の引っ越しで注目を集めました。この社屋にも工夫を凝らしています。弱視の人ですね、ロービジョンの人がだと、そのドアの位置っていうのが分かりにくいんですよね。で、我々はっきりここがドアだって分かるんですけども、そのためにはコントラストをはっきりつけなきゃならない。で、このように壁を白くして、なるべくドアを暗い色にするということと同時に、もう一つは開放部の前ビニールタイルにしてるんですよ。これは歩いてもらうと分かるんですけども、足の裏の感覚で違いが分かるんですよ。案内板は視覚障害の人でも見やすい色のコントラストにし、読みやすいフォントを採用。3と8の数字の見分けがつきづらいという人にも分かるような表示にしました。さらに車椅子の人でも使いやすい手洗い場や、左右どちらの麻痺にも対応できるよう手すりの配置を対照的にした多目的トイレも備えられています。こんにちは。そんなトヨタループスの主な仕事は、トヨタグループ宛に届いた郵便物の配布や備品の清掃、パンフレットの梱包といったサポート業務。もともとトヨタの各部署で行っていた仕事を切り出して行っています。職場には多様な人が働けるよう、トヨタ式改善術があちこちに。例えばこちら、手が不自由な人が封筒にテープを上手に貼れなかったという経験を生かし、封筒を固定できる道具を手作りしました。仕事はだいぶ慣れてきました。得意なことが全部です。工場や各部署から出る書類をシュレッダーする作業場にも改善が。まあ、ただ単に鳴らすだけですので、そういう工夫の一環でもありますので。腰をかがめ続けて腰痛にならないよう、手作りの鳴らし棒を考案しました。さらに人の配置も工夫しています。個性というか、マッチングですね。これにはどういう人が向いてるかっていうところで、そのマッチングによって決めてきてます。体力に自信がある人は印刷で体を使う仕事、覚えるのに時間がかかっても OK、 得意なことを伸ばすのが方針です。創業から10年以上が経ち、東京にも事業所を構えるなど、順調に障害者雇用の輪を広げてきたループスでしたが、2020年危機が訪れます。新型コロナでリモートワークになり、郵便物の扱いが激減。さらにペーパーレス化で印刷業務が10分の1に減るなど、会社の中心的な業務が大打撃を受けました。そんな時、トヨタの社員から驚くような話が来ました。それが本業の車作りを一緒にやらないかと。
というオファー。場所はトヨタ自動車上郷工場、世界に誇るエンジンの製造工場です。昨今 の、 ダイバーシティ化っていったところを考えたときに、ここでもやれるんじゃないかっていったところでラインに入っていただこうと、安全に不安がないようにといったところをモットーに、改善してやっていってます。ループスの社員が働けるよう生産ラインにトヨタの技術者たちが改善を重ねました。操作手順が多いために覚えづらいといったところがありましたので、ランプで次のやる作業を指示してもらう。ランプがついたところの作業をすれば手順を間違えずにエンジンを組み付けられるようにしました。ここの仕組みとしては間違って取ってしまうと大変なことになりますので、白い板がカバーになってまして、取りたくない方を防ぐ、取りたい方が開く。取り付けていく部品を間違えないよう、取ってはいけない部品の蓋が閉まる仕組みです。AI カメラでダブルチェックも行っています。障害者がエンジンを作れるんだなっていう気持ちになれますね。不良品とかを見つけた時に、トヨタ側の人たちによく見つけてくれてね、ありがとうって言ってくれることが嬉しいです。車椅子用のラインにはロボットアームをつけ、手が届かないところの作業もできるようにしてあります。エンジンパーツを集めて運ぶ担当には、数字が苦手な人のためにこんな改善が。うちのメンバーもやりやすいようにですね、部品のそれぞれの一個一個の箱にひらがな表示で、あ、い、う、え、おとか順番に表示をしてもらってます。ひらがなの順番に沿って部品を取り、同じ文字の場所に入れるだけ。作業一つ一つがすごく分かりやすいというか覚えやすい。この職場環境づくりは障害者だけでなく、今後増加が見込まれる高齢者のための生産ライン構築に役立っているといいます。健常者の方でも仕事を覚えるのがやっぱり遅い方もおられますけど、こういったことで早く覚えられる、間違いなく覚えられる、このように改善したことでトヨタで働かれている高齢者の方にも当然優しく分かりやすくなります。この本業参加への転機になったのが、6年前からトヨタ社員らを対象に始めた心のバリアフリー研修でした。車椅子に乗って段差を越えたり、落ちたものを拾ったり。ちょっと手がプルプル。やっぱりあそこの越えるのができない、すぐはまっちゃって、であと自分でどうにもできないんで、ほぼ不可能ですね。でこれ空箱なんですよ。やっぱり取っ手がついてる箱だとか、あの手を入れる穴がついてる箱だとか、まあ、やっぱりちょっとした工夫でこの作業がやれるかやれないかっていうことになるんですね。障害のある人と健常者が理解し合い、考え方を近づけるのが狙いです。トヨタの上層部の、いわゆる部長級役員に対してもだいぶやりましたので、逆にトヨタの各職場からこういう仕事ができるんじゃないかとか、うちにも来てもらえないか、やってもらえないかという非常にありがたい、お誘いが多く来て、そのお誘いの一つがこちら、 AI 自動運転の開発協力です。人工知能に信号や車などのデータを大量に覚え込ませていきます。
車の方もで、カーなのでカーを選んで車ですよと AI に伝えていきます。安全のためにやっている仕事なので、ちょっと失敗が許されないところもあって、ちょっと神経質になってしまいますが、些細なことでも困ったことがあれば、上司の方がしっかりお話を聞いてくれるので、心のケアもしていただけるので。最近では、障害者でもできる仕事から障害者だからできるという仕事も増えてきました。その一つが東京オリンピック開催に合わせて開発されたおなじみのジャパンタクシー。この手すり、これが、最初真っ黒だったんですけども、ある程度視覚障害の人たちだとか、老人の方でも見やすい。で、こっち側の手すりも同じように色をつけてもらった。障害者にとって使いやすい車両の開発に貢献しました。新時代の車椅子開発にも協力しています。改善で進めるトヨタ式障害者雇用。まず障害者雇用を難しいと思わないでほしいということです。その一人一人の個性をよく見ていただければ本当に戦力になってくれると思いますので、最初から無理と決めつけるのではなく、一緒にやっていこうというその思い、それが大事。